いってらっしゃい、気をつけてね。寒いわ今日。寒いよ。筋肉痛がすごい。今ここ降りるの一苦労だった。おはようございます。本日は2段ベッドですね。サニクが上乗ってたのにいつの間にかサムちゃんが乗ってるってお父さん言ってたけど、サニクおはよう。サムちゃん入場したの？いや、初心者だな。まだまだ眠々だね。ゆっくりしててください。サニクおはよう。ポミクはこの奥が好きだよね。ポミクもゆっくりしててください。サムちゃんもおはよう。あたちゃん眠いのよ、しゃむのよって僕をきっと突っ込んでますね。うん、そうね、ダメだね。何やって起きてくれたの？何やって、いいのよ。ゆっくりしててくださいな。本日は激しく雨の降る朝でございますが、昨日寝る前ね、天気予報を見たら、この雨も午前中いっぱい。いっぱいっぽかったんですけど、どうなんだろうって思っております。昨晩もねお話しいたしましたが、今日はねペットショップだけねお買い物には行きたいなと思っておりまして、それ以外はねまあお家のことしつつのんびりね旅行の疲れを残さないようにね過ごしたいなと思っております。午後の朝と探索タイムです。やはり午前中にですね雨は止めまして、久々の青空を見ましたね。お嬢は寒いからお外出るの嫌よ言って、いつもはねお外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 で出たがるのに、一回様子見に来てソファーに戻ったので連れてまいりましたが、ほらやっぱりお仕事するじゃん。ポムク何してんの？なんか似合うの？あ、なんかチュイてるのか、そこにカタカタ取ったら。何チュイたの？見してママに。ポミ蜂がついてた。もうちょっとご臨終されてましたけど、びっくりした。お仕事しましたか、ダムちゃんは？お利口でしゅね。昨日の夜ね暖房つけてたんですけど、まあ乾燥するからねずっとはつけてなかったんですが、みんながねお風呂入ってる時だけつけてたんですけど、そしたらお父さんがね、もう薪がないと寒いねって言って、暖炉炊きたいねって言ってましたね。もうよろしいんですか？パトロールまだしますか？お家入りますか？入るんですか？はい、わかりました。じゃあお家入ってのんびりしててくださいね。ママお買い物行ってくるからね。じゃあペックスマートね行ってこようと思います。うちの近くのに行って、あんまりなかったらねみんなが通ってる動物病院の方の店舗行ってみようと思います。行ってきます。お家帰ってきました。お嬢はお手入れしてますね。お話ししていた通りですね、まずうちの近くのところに行ったんだけど、売り場自体が全然なくて、もしかしたらうちの近くのペットスマートあんまり用意がないのかなと思って、まあなのでね動物病院の方に行ったんですけど、なんかもう破れちゃってるけど、いろいろ買ってきましたが、ここで広げよっか。あ、お嬢が、お嬢が活動開始し始めた。あたちのね言ってるね、この感じは。まずこのアルパカさんのセット、他にもサンタさんともう一個ね種類があったんだけど、アルパカがいいかなと思って8つ入ってるね。まあこれとかはあんまりうちの人たち興味ないかなと思うんだけど、大きいボールもね。急にやる気出してきたけど、ポミもこれは似たような感じなんだけど、2つねちょびっとだけ入ってるものが違ったので、あと数あった方がいいからね2つ買ってきたんだけど、6個入ってるやつね。多分これとこれだけが違うのかな、あとは一緒かなと思うんですが、このお顔だけのやつと、あとこれ、これはねなんか毎年買うんだけど、このセットは4つ入ってる、あんまり興味のないものも入ってるんですが、ジンジャーマンブレッドと紐とね入ってるやつ、それからこれ一番大事なやつ、大好きなピコピコさん、あき頂戴してますけど、こう見たらダメ、待って待って、これクリシュマシュのノーよノーよ、マミナノーノー、待って、ママ同情するまでいけないでしょ。サムちゃんもよ、サムちゃんもよ、タムちゃんもよ、タムちゃんもよ、あとこのクリスマスツリーになってるワンちゃんと、ノーよ、このね、お猿さんも可愛いなと思って。最後に、クマさんですね。こら取っちゃいけにゃい、ママどうぞ言うまでダメ。まぁ、ちょっと1年分には満たないと思うけど、サブちゃん1日で2つ3つ壊す時もあるので、これあげるとね、この丸いの、あー、ノー、ママどうぞするまでいけません。一緒だな。このねぬいぐるみのセクションは他にもいろんなのがあったんですけど、もうちょっと買うかな、どうしようかなと思って悩んだんだけど、まあいいかと思って、今年の我が家のブラックフライデーセールはですねこちらですね、購入いたしました。マミニャン、はい、ポーズ、ポミ、タムちゃんも待てよ、ノーノー、タムちゃんノーノー、
こっちよ、こっちよ、おいでおいで。2個押して2個押して豚どななの？それ好きなの豚。取った。持ってっちゃった。ポーミちゃんのよ。お父さんに見せてからにしましょう。ちょうだい。まあね。ひしひしさむちゃも。おいしょ、おいしょ、頑張れ頑張れ、ナムちゃん。ナムちゃんのがちょっとおちびだから届かないんだよね。ポミク持ってっちゃってね、お父さんに見せないとね、まずね。ポミク返してください。お父さんに見してからにしよう。それクリスマスのなもん。あ、怒ってる。ここ置いといたらポミは取っちゃうね。袋に入れて隠しときましょう。まあ、ということで、今ですね、もう4時45分だ。お買い物中ですね、雨降ったりやんだりしてて、激しく降っているところもあれば、晴れてるところもあったりだったので、まあ、とりあえずこれね、隠して、草だとか土は濡れてると思うから、コンクリートのところですね、歩けるところ、歩いてお散歩してこようと思います。また撮ったね、ポミね。撮った撮った、持ってってる。すごいね、ポミだね、撮れるんだね。二十歳のは言ってる。二十歳も撮るわよ、言ってる。食べて頑張れ。取れたじゃん。すごいじゃん。超ね。あなたはすぐ壊すからダメだもん。すぐ取り返さないと。ポメはいいけど。よし、じゃあお片付けしましょう。それではね、ささっと近所一周お散歩行ってこようと思います。あ、サムちゃんにコート着せようと思ってたのに忘れちゃった。まあ大丈夫そうかな。元気に歩いてますね。では行ってきましょう。ポメくんがもうふっとしてるね。寒いんだろうね。手を広げて温めてますね。お仕事。あれ、ポミちゃんお仕事2回目ですね。お仕事拾ってる間に階段登ってましたけど、2人とも。では行きましょう。お家帰ってきました。よし、じゃあ夜増えてね、ご飯の時間まで少しのんびり過ごしててくださいね。はい、ポミクサムちゃんご飯にしましょう。テンション上がってますけど。サムちゃんお座りして。お利口者ですね。今日はね、お芋さん入ってますからね。約噛んで食べてくださいね。いつまでまでできるかな。早くするでやんちよう言ってるけど。そのうちポミよだれ垂れるね。あの感じは。お手。よし、食べなさいですよ。ゆっくりね。ゆっくりガニしてね。お薬もちゃんと食べようね。僕言ったけど。サムちゃんもおしゃれしたまんまね。で、おかゆし食べなさいですよ。サムちゃんもゆっくりガニよ。ガニ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 するのよ。上手だなぁ。ゆっくりガニガニしてください。食べまった？サムちゃんは真剣にお皿チェックしてますけど、もうポミグナ終わってますね。こんなのポミ。サムちゃんお座りは？うん、そうね。お世話ちゃんとしないといけないんでしょ。ポミくん待っててくれてありがとうございます。今日も頑張りましょうね。お願いします。手ペロ、おかわり、手おかわり、もう一回手おかわり、手おかわり、上手だね。手おかわり、手おかわり、上手。手おかわり、最後手おかわり、したぶなしゃいですよ。とっても上手でした。お利口者です。じゃあタムちゃんも頑張ろうね。タムちゃんお世話にしたままでお願いしますからね。手おかわり、手おかわり、じゃあ最後だからね。最後お願いしますね。で、おかわり。立ってますけど、もう。はい、どうぞ。いいですよ。なんでですかね、ナムニャマ。うまい？うわ、お花、真っ白になってる。お花、ヨーグルトまみれ、ナムニャ。じゃあね、今日お父さんどのぐらいになるかわかんないけどね。ヨーグルトちゃん食べたらね、のんびり待ってましょうね。お父さん帰ってきたのかな？帰りよ、お父さん。何？ミミって言ってた？よかったね、お父さん帰ってきて。嬉しいね。テンション上がってますけど。足が痛い。なんでそんなテンション上がってんのよ。嬉しいね。いやー、ちょっと。
すごい入り方してきたけど、お嬢。何してる私のお日じゃよって言ってんだよね。まあ、完全に仲直りしたので、ね。お父さんに見せるものあるんじゃないの？ポミクとタムちゃんの大事を。ママ、やっぱおもちゃ買ってきたのよって見てね、言って。どれ、タムちゃん。隠しとかないと取っちゃうからね。どれ、うん、お着替えしてみましょう。これです。見てあげてください。すごい。座るの一苦労だな。まあ、でもちょっとなんか大きな使えないものが入ってるよ。うん。まあ、それはええの。来た。カリカリ丸してますけど、ちょっとご飯作ってるからね。ベッドルーム、匂いがつくから、ドア閉めてんだけど。もう一通りそれは一個ずつ盗んで噛んでるので、ちょっとよだれついてます。ちょっと開けてみて。カリカリ丸が。一人侵入者が来ました。何してんの？タムちゃんのよって言ってんのよね、父さんにね。食いしばしまでしまっとくんでしょ、タムちゃん。それ大事なおもちゃだから。私のよ言ってる。お父さん飲めよって。私のよ言って、ちょうだいよ言ってんじゃん。あ、盗んだよ一個。ほら、ダメよ。ノーよ。ノー、タムちゃん、ノー。タムちゃん、遊びましょう。タムちゃん、おいで。いやいや、で、あたし、おもちゃで遊ぶのって。おいでよ。タムちゃん、おいで。お父ちゃんじゃないわよって。タムちゃん、おいで。あたし、おもちゃがいいのよ、言ってる。タムちゃん、おいで。行った行った。あたしがおもちゃよ。あ、ちょっとよくわかんない。ほら。今の近寄り方。いいね、ナオちゃんね。遊ぶの、とシャトこら。じゃ、これ流しとくからね。また開けようね。ナオちゃん、柔らかいわね。痛い。痛いよ、噛むなよ。もうママお腹空いたから、お父さん早くお着替えしてきてください。ご飯にしますよ。ないないしときますからね、ナムちゃんね。とりあえず今ここ置いとこう。よし、ね、行きましょう。それではね、ご飯できましたので食べようと思います。今日私が食べたいものをですね、作った結果がこれなんだけど、カレーはもともといっぱいあったからカレーにしようと思ってたんですが、今日いい肉の日だから、じゃあステーキ焼こうと思ってステーキ焼いて、ガーリックシュリンプも食べたいと思ってガーリックシュリンプ作って、マッシュルームとおネギと卵のお吸い物。お父さんお昼のサラダ余ってるって言うからこれ食べてもらうね。私はまあこっちは適当サラダとセロリのスティックと大根のお漬物があります。まあ、こんなに大量に食べれないとは思うんだけど、なんだかちょっと統一感はないけれども、食べたいものですね。食べれるだけ食べようと思います。いただきます。ただいま12時20分ですね。今昨日のねビデオの編集が終わってアップロードを開始したんですけども、さっきまでねまたね音立てて雨降っておりましたが、今ね聞こえなくなったから雨足弱まったようですね。ハニクもここねフレストさんついてるからいますけど、お父さんやっぱりここで寝ちゃいましたね。ビール2本飲んでたから、1本でもね寝ちゃうけど2本なら確実に寝るなと思ってたので、多分サムちゃんはねお父さんの足の間いるかなと思うんですが、とりあえずね今がチャンスだと思いますので、ポメさんもですねねんねんの前のおトイレお庭行って、でそれからね私はねシャワーなどなどしまして、寝る準備ねしていこうと思います。サニク強いな、めっちゃ力強い。これ強いですね。じゃあ行く、イエスミー。シャワー上がってきたらね、サニクここにいましたけど、私がねシャワー行く前はねここで寝てたんですよね。サムちゃんとお尻くっつけて。犬してんでしゅか。わしは一人で寝るんじゃ言って、あっちゃかいとこで寝ねしゅればいいに。今晩もね冷えますので、お父さんね寝ちゃったから、フレストさんねつけて抜けてあるんだけど、お父さんの方にね、これついてるだけで全然違うお部屋の中のあったかさが。エアコンもね長めにつけておいたっていうのもあるんだけど、昨日はリビング出てきたらヒヤッとしてると思ったんだけど、今日はね生温かい感じですね。ねえヒャニング、だから一人でねんねしょんの。ナムちゃんとスローかけてねんねしてた時あったかそうだったよ。まあまたちょっと寒くなったらね、お父さんくっついてね、あったかあったかしてねんねしてくださいな。今日も一日アイニングだよね、ゆっくりねんねしてください。あやちゃみポミクおやすみ。シュワッチシュタイルでねんねしてたんでしゅか。伸びしてる。かわいいね。かきゅうかわいいポミタ。今日はポミクとタムちゃんのおもちゃいっぱい買ってきましたけど、ポミクのでやんちゅよー言って、何度も何度も必死にお手で伸ばして、机の上から取って、サニクのベッドの上に運んで待ったけど、ポミクのでやんちゅよ、ポミクの大事でやんちゅよーだったの？タムちゃんに取られると壊されちゃうから大事するでやんちゅよーだったの？ポミタン。いっつもね、ぬいぐるみの
おもちゃね、必ず2つね出すんですけど、いつの間にかねサムちゃんがね2つ持っててね、両方とも穴開けてるんだよね。あれさっきまでポミクが加えて、この中いたのにおかしいなぁ思って、ポミはね譲るからね、そういう時にね取らないでやめてって言ってね怒んないんだよね。ミキさん入りましたけど、もう話でやんちゅよってなってるんでしょうね。それかサムちゃんにおもちゃ取られちゃう話してるから、ポミクお兄たでやんちゅのにねって言って奥行ったのかな。ポミク優しいんだもん、いいのよ、サムちゃんのいいお兄者だもん、貸してあげんだよね、ナムニャにね、優しいんだもんね。まあ去年のねブラックフライデーで購入したおもちゃは全部ねサムちゃんがね壊しましたので、今ねぬいぐるみ系のねおもちゃ一つもないのでね、サムちゃんは壊すけどポミは大事にしてね、枕にしたりね、顎置きにしたりしてね、お腹のとこ入れたりして抱えて寝てたりするんだけど、またねぬいぐるみちゃんのおもちゃね出すからね、ポミのね大事してね遊んでくださいね。今日も一日ありがとうね、ゆっくり寝にしてください。おやすみー、なみゃもやしみ。今日お父さん何夜の間いないんですか？今ね、サムちゃん、いい子いい子したらめっちゃね、ここがあったかいのよ。だからここにいるんだ。お父さん何夜の間よりも、レストさんが当たってる方がいいんですか、サムちゃんは。ああ、もしかしたらサディクがここにいたの。どいてよ、したんじゃない、もしかして。仲良くシェアしないと、サムちゃん。あっちゃかいはみんなでシェアした方がもっともっともっとあっちゃかいんだよ、サムちゃん。サムちゃんも今日は私のおもちゃいやー言ってねテンション上がっておりましたが、ここね並べてたらねポミノが先に手出したね。それを見てねサムがね手を出しましたけれども、ポミクがやったからいいと思ったのか、真似っこさんしたのかな、どうなんだろうと思ってるんですが、もしポミがね手出してで持っていかなかったらね、サムちゃんもね何それって興味はあるかもしれないけどね、手伸ばしてね持ってったりはしなかったかもしれないですね。何でもポミのね真似っこするからね、必ずポミがねしてることね見ててね、ポミがやったこと同じことするからね、ポミクがお手本なんだよね。何でもね、ガニガニさん見つけたらねガニガニさんタイムになりますね。サムちゃんねガニガニ車で遊んでてもいいんけど、ねんねしてる時にあんまりガニガニ車で遊んでるとお父さんやめなさい言って怒るでしょ。ほろほろにしてねねんねしてくださいね。今日も一日ありがとうね、ゆっくりねんねしてください。おやすみ。お父さん今日もこちらで眠っておりますが、こちらのクッションもこちらのクッションもよだれまみれにしておりますけれども、もういいやとか言いながら、ね、寝てるんだけど自分じゃんと思うんですが、あんまり寒いようなプレストさんつけて寝ようかと思ったけど、なんか汗かいてるってさっき言ってたから、プレストさんはね消して寝ようかなと思います。じゃあお父さんも目開いてる、怖いよ、何？え、急に目開いたけど、どうしたの、大丈夫？何？トイレ行くの？痛い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 、何してんの？筋肉痛ね。何、トイレ行くの？うん、じゃあトイレ行ってお水飲んで寝てください。お父さんもおやすみ。本日も無事にベッドルームやってまいりました。ただいまですね、間もなく3時になります。今日も遅くなってしまいましたが、編集ねカチャ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 と食後はですねずっとやっておりました。まあ、ということで本日はですねブラックフライデーだったんですけれども、大きなねセールが行われる日ということで、我が家はですね毎年ですねブラックフライデーセールではワンコのおもちゃですねを購入していて、我が家の場合はワンちゃんのおもちゃは消耗品なんですよね。マミクはねおもちゃ壊さないけど、トトもサムちゃんもですね破壊神なのですぐにおもちゃ壊しちゃうから、もちろんね1ドル2ドルで売ってるものもあるんですけど、今日買ってきたセットになってない1体のぬいぐるみのおもちゃは5ドルいくらするんですよね。ポミみたいにね長くずっとね大切にしてね遊ぶ子にはね高価なものではないと思うんだけど、やっぱサムちゃんみたいに渡してえもう壊したのっていう、最近はねぬいぐるみのおもちゃを渡すと下手したら10分で壊してるから、そういった子にはね高価なものなんですよね。まあなのでねこの機会に少しでもねお安くねワンちゃんのおもちゃね購入できたらいいなと思いまして、主にぬいぐるみのおもちゃですねを中心にねお買い物してまいりました。まあ私クリスマスになったら開けようねっていうね話をしておりましたが、今年も暖炉にソックス飾りたいなと思ってて、そこにねいくつか入れたいなと思ってるんですけど、まあそれ以外のものはね開けて少しずつね遊べればいいかななんて思って
るんですが、一応私の中ではたくさん買ってきたつもりなんですけど、多分ねサウちゃんは今日買ってきたおもちゃ一日で全部壊しちゃうと思うんだよね。まあなので時折ね、じゃあ今日はちょっと特別だよって言って渡してね、遊べたらいいなと思っております。まあということで本日もですね、少し遅くなってしまいましたので、明日朝一お父さんはカイロ行くって言ってたけど、お天気はね特に雨降るっていう風にはなってないんだけど、まあできれば少しずつですねクリスマスの準備もね進めていきたいなと思ってるんですが、まだ雨降ってる音がしてるので、乾いてないとねやっぱりね作業もしづらいかななんて思ってるんですけれども、今日ねお買い物出たらもうクリスマスツリーをですね購入してね、車のね屋根の上にね乗せてね走っているね車も見たんですけど、うちも昨日ですね広告に入っていたクリスマスツリーのですねクーポンねしっかり、ね、抜いてキープしたので、まあとにかくですねもうねサンクスギビング終わったらクリスマスモードに一気にね突入するのでね、どんどんとねできることやっていきたいなと思っておりますので、まあとにかくですね今日は電気消して休もうと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。